どうも皆様、クルログです。本日は東大門にある鶏の水炊きに似た鍋料理、タッカンマリの有名店、新オッカハルメ元祖タッカンマリを紹介します。前回ニョンドンタッカンマリのお店を紹介しましたが、新ハルメタッカンマリは一度も行ったことがなかったので、行ってみたいなと思って向かってみました。これからの寒い時期にぴったりな韓国料理だと思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。新ハルメタッカンマリの場所ですが、最寄り駅4番線東大門駅に直結している東大門地下ショッピングセンターの2番出口が一番近いですが、駅の8番出口からも近いです。ショッピングセンターの2番出口を出ると、右の方に JW マリオットホテルが見えるので、それを右にしてまっすぐに進みます。そうすると、東大門総合市場というビルが見えてくるので、そのビルを右にして、さらにまっすぐ進みます。東大門総合市場のビルを抜けて、最初の横断歩道を渡って右に曲がります。曲がって最初の細い曲がり角を左に曲がり、まっすぐ進むと右手にお店があります。ちなみに先ほどの横断歩道を渡って、地図上には道になってませんが、ここからも入れて、入って最初の曲がり角を左にまっすぐ進んでも向かうことができます。この行き方は前回のミョンドンタッカンマリの動画でさらに詳しく説明しているので、そこでチェックしてみてください。ミョンドンタッカンマリがここにあって、さらに進むと右手に新ハルメタッカンマリがあります。大人気店なので、最初に整理券をもらって番号が呼ばれたらお店に入ります。座ったら何も言わずに鍋が出てきました。ないのね、全然取ってなかった。切ってるとことか早すぎてメニューは本当にタッカンマリだけで、あとは追加メニューとお酒があるみたいです。キムチは最初に出てくるのですが、おかわりもセルフサービスでできます。醤油とお酢などでタレを作るのですが、この唐辛子の薬味が美味しかった。鶏肉はしっとり食べ応えたっぷり。ただ結構辛いので鍋のスープを少し入れて食べた方が良いかも。トッポッキももちもちして美味しい。じゃがいももホクホク。